こんにちは、音楽のくまきジャパンのくま先生です。本日は F コードをうまく弾くコツについてやっていきたいと思います。このチャンネルではこのようにギター弾き方に関して発信しておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本題に入っていきましょう。ということでね、今回は F コードやっていきたいと思います。これはリクエストアンケートで3位だったので、今回やることになりましたということですね。でですね、この F コードっていうのは本当にね難しいんですよ。初心者泣かせですね、このコードはね。こういう風になるんだったらいいんですけど、まあ大体ならないですね。ならなかったらこういう感じになったりとか、この押さえ方が難しいんですよ。これが初心者のうちにできるっていうのはね、なかなかないですからね、難しいんですよ。で、僕も最初全然弾けなかったです。じゃあどうやってこの F コードを覚えていくのか、それにはねコツがあるんです。僕もこれで覚えました。じゃあどうやったらいいのかっていうと、3つの手順があるんですね。じゃあ説明していきます。1つ目、まずは F メジャー7コードで代用しましょう。F メジャー7っていうのはこのコードになります。押さえ方ね出しておきますね。人差し指と中指と薬指で押さえる、まあ、C に似てますね、押さえ方としてはね。でこのコード何がいいかっていうとですね、要はバレエコードじゃないんですよ。バレエコードじゃなくて F っぽい音が出せるっていうところが一番いいんですよね。僕も初心者のうちはこれで練習しました。例えばチェリーっていうねスピッツさんの名曲がありますよね。君を忘れないっていうのがありますよね。曲がりくねった道を行く、この後 F が出ます。生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、これが本来のコードなわけです。これをですね F メジャー7で代用するとバレーコードなしで弾けちゃいます。ちょっと背面しますね。君忘れない曲がりくねった道を行く、ここから F メジャーしますね。生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、はい、どうでしょうか。ちょっと違和感ありました。ちょっとねチェリーだったら違和感あるかもしれないんですが、弾けないことはないですよね。あ、歌えないことはないですよね、今のでね。これが代用するっていうことなんです。これは C が弾けたら F メジャー7も弾けます。似てるんで押さえ方がね、押さえる感覚も似てますね。なので C はですね、もうよく出てくる本当にオーソドックスな、スーパーオーソドックスなコードなので、 C をまず覚えるとしますよね。覚えたらですね、その延長で F メジャー7も覚えてしまいましょう。慣れてしまいましょう、これに。そしたらあとは好きな曲を弾くんです。好きな曲を弾いていくことによって、この F メジャー7コードになれるだけじゃなくて、ギターになれることができるんです。ギターになれることができると、ギター筋っていうのがついてくるんですよね。これね結構ねみんな言うんですよね、ギター筋ってね。あのね、ギターにはね独自の筋力が必要なんですよ。まあ分かりやすく言うと、もうこの左手の押さえる力ってことですね。その力が必要なんです。その力が足りないから、いきなり F コードやっても押さえきれないから音が鳴らないわけですね。だから一番最初はこのギター筋をつけましょう。そのためにまずは好きな曲でいっぱい弾く、いっぱい弾いていくうちにギター筋っていうのは勝手についていきます。でいっぱい弾くためには F が避けられないんですよ。だからその F を弾かないために F メジャー7コードを弾きましょう。まずはこれです。まずこれが第一段階、 F メジャー7で代用しましょうということでした。そして2つ目がですね、 D マイナー7コードを練習ということです。Dm7 っていうのはこの押さえ方です。これ人差し指で上の弦2つを押さえるんですね。でそして中指を加えるっていう押さえ方なんですけど、この人差し指で2つの弦を押さえるっていう感覚、何に似てるかっていうと F の全部押さえる感覚に似てるんですよ。これですね、まず Dm7 の方が2弦だけ押さえるだけで済むので、これでまず練習しましょう。全部押さえるんじゃなくて2弦だけ押さえる、これでいいです。そして Dm7 にして弾いてみると、でなんとですね F の代用がこの Dm7 でもできるんです。だからこそ F メジャー7で慣れてきたら、今度は Dm7 に変えましょう。 F メジャー7を、だからさっきのチェリーで言うんだったら、君を忘れない曲がりくねった道を行く、 Dm7、 生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、はい、という感じでですね、 Dm7 をここに入れていきます。 F のところに入れていきますっていう風にすると、また新たなギター筋がつくんですよね。
もう分かりますよね。こういう風にちょっとずつ練習していくっていうのがおすすめなんです。体育も同じなんですけど、できないことで練習するのは良くないですね。なんでかっていうと、失敗するのが癖になるからです。できないことが当たり前になっちゃうんですよね。だからできなくてもいいやっていう思考につながってしまうんです。だからこそできることで練習するっていうのがおすすめです。僕体育もね、そういう指導してるんですよ。できることで練習するっていう風にしてると、自然にできますからね。だからね、ストレスなしで、覚えることができるんですよ。でストレスなしってことはですね、楽しいんですよ。で自分でどんどんやりたくなるんです。でそうなってきたら、好きこそものの上手なりって言葉ありますよね。それと同じです。自然と上達していくわけです。ということで、まずはこの 1,2 の手順でギター筋つけましょう。自然とついていきます、これやってったら。でいざギター筋がついてギターに慣れてきたっていう時は、いよいよ F に挑戦します。で F、 これやるときはですね、親指と人差し指でギターを挟むようにすると全部押さえやすくなります、はい、まずはこれで全部押さえて全部鳴らすっていう練習しましょう。でそしてさらに、これはね、要はね、ギター筋つけるってことなんですよ。結局この3段階目もギター筋つけるってこと、これで、いよいよギター筋ついてきたら、正しい F コードの押さえ方をして、そして弾きましょうねってことですね。そしたら初めて弾けるようになってきますよってことです。でですね、おすすめの練習があります。ギターなくてもできるんですけど、何かっていうとですね、じゃあギター置きますね。はい、ギター置いてですね、よいしょ、自分の手を出します。自分の手、左手がいいか、あ違う、右手ですね、右手がいいですね。右手を出します。で右手をですね、ギターのフレットに見立ててください。まあギターだと思ってください、これが。でこれを押さえる、こうやって、はい、 F の押さえ方、これ、こういう風にするとですね、自分の腕でこのフォームが練習できるんですよ。このギターのフォームが、これ F の押さえ方ですよ、これ、これね、C とかでもいいですからね、 C 慣れないうちはね。こうするとですね、もう暇さえあれば、自分の腕さえあれば練習できちゃうんですよ、ギターが。でこれで親指と人差し指で挟むっていう感覚を身につければいいですね。そうするとですね、いざギターでやるってなった時もできるようになるっていうことなんです。だからこれがおすすめの練習になってきます。というふうに練習していくと、 F コードは自然と弾けてしまいます。僕も自然と弾けるようになりました。で弾けちゃったらもうね、楽しいですよ。Bマイナーとか B とか、そういうバレエコード、他のねバレエコードとかも弾けるようになってきます。なんでかっていうと、ギター筋がついてるからですね。もう基礎のね、土台がしっかりしてれば、あとはもういくらでもできるようになりますので、慌てず F コードをやってみてください。これが F コードをうまく弾くコツです。他にもわからないことがあれば直接相談してください。あとは僕がやってるユニット、くまっけジャパンの月1ライブなんかもありますので、ぜひ YouTube でチェックしてみてください。ということで、くま先生でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あれば、ぜひお気軽に連絡をください。